田川市の村上拓也新市長は今日午前、初めて田川市役所に登庁し、市民や職員から拍手で出迎えられました。元田川市議の村上市長は、先月23日に行われた田川市長選挙で、自民党福岡県連と公明党が推薦した現職をおよそ4000票の大差で破り初当選しました。初登庁式では幹部職員らに対し、チャレンジ精神を忘れず仕事をするよう呼びかけました。前例主義にこだわるわけではなく、皆さんにいろんなことにチャレンジをしていただいて、この田川市の発展をしっかりと支えていただくようお願いいたします。就任会見で村上市長は、公約で掲げたガラス張りの市政を実現するために第三者機関を立ち上げるなど、外部の目を交えて検証していく考えを示しました。